せよ、ひなです。彼氏がいないクリスマス密着みたいな、なんか嫌味なんですかね、やっていきたいと思います。今日はの予定は小顔脂肪吸引、顔の脂肪吸引をやったんで、それの抜歯があるので、それをやっていきたいと思います。あとはもう適当。じゃあとりあえずどうぞ。今から抜歯行ってきます。もう怖い、絶対痛いもん。多分麻酔ないし、もう最悪なんですけど、頑張っていきたいと思います。誰か乗ってくるか、大丈夫か、怖すぎて無理、絶対痛いから、あ、ついた、頑張ります、できます。今姉と買い物を終えて109で買い物をしてきました。はい、以上です。はい、帰ります。ね、クリスマスにさ、そこ抜けた、見て最悪、マジ最悪、鬼歩きづらいんだが、頑張っていきます。最悪、頑張って歩いて帰ります。バイバイ。はい、今から飲みに行きたいと思います。友達がいるので合流したいと思います。すいません、緊急で動画回してるんですけども、ちょっとあのなんか映せる空気じゃなくて、なんか気まずかったので、ちょっともうこれで終わりにしたいなと思います。なんか久々に会う中学の子たちで、なんかカメラ回してとか言うのがちょっと結構かなり気まずかったので、ここでお許しください。はい、クリスマスはとりあえず友達と飲みに繰り出したよっていうことでした。今トイレで誰かが入ってくるんじゃないかってドキドキしながら撮ってます。はい、これで以上、おひなのなんだっけ、飲みルーティンってか、クリスマス悲しくないよクリスマスでした。バイビー。あれ似合っちゃうやん。これつけるふりしていい？つけへんの？本当につけるの？これ。してるんや。いや、やめとくか。つけるふり。その端っこな。まあいいや。これさ、スパイダーマンやけど、あれ、かっこいいとこしはい、おもろい。え？どうする？俺が糸でこうやってどうした？でも、もう一生のこと言うな。2回目やったら重いと思った。じゃあ3回目もう一回やっていい？これが大阪。こっちの方が綺麗じゃねえ、さっきのとこに。え、これでかすぎて映らへん。これでかい。いや、フジテレビ。ちゃうやん。え、地味綺麗やねんけど、やば。これ縦に映したいな。俺とどっちが綺麗っつって。めっちゃ綺麗やけ。ネオのどっちが綺麗？それはネオやな。ネオみたいな色しちゃうな。めっちゃやばい映り。やっぱ最新式のカメラやばいの。じゃあで、最新じゃなくなった。ガチで？15出たもん。じゃあ俺何年前なんやろ。これ床もやばいな。めっちゃキラキラ。今からどこ行く？今からご飯行く。ご飯行く。せーの。長い旅やった今日のクリスマスは。イブか、もう今日イブやで。でも今はもうクリスマスやな。何時今？1時23分やばない？練習目が眠い。何時起きやっけ？5時半。何時間寝れるんじゃん？4時間。
かわいそう。ガチエグい。楽しかったやろ。まあ、楽しいけどめっちゃ怒られたしな。何？ねうち。写真下手くそっつってもう一回切れられたことか。クリスマスって誰が決めたんもう。違う、別になんかそう、そのさ、ある程度やったらいいけどさ、写真撮るのがなんか、お兄ちゃんみたい。じゃあ、トークテーマやなんか。プレゼントを選んだ理由やって。ねえな、プレゼントなんかあげてないな。毎日がプレゼントやな。なんかクリスマスプレゼントとかなんかダサいかなと思って。クリスマスじゃないでもプレゼントする方が大丈夫だよ。なんかクリスマスにプレゼントあげる意味があんまりわからないんで、なんかクリスマスデートっていうか普通のデートみたいなノリ。そうやな、建前はクリスマスデートかもしれんけど、個人的な意見としてはデート。え、そのさ、そういう言い方は何。ちょっともう眠いけねえ。クリスマスデートを選んだ理由。もうネオンがずっと行きたいけどちょっとやない。いや、クリスマスデート大阪って調べたら出てきた。ガチ夜景めっちゃ楽しそうやったもんな。楽しそう違ったから。違うね、もうさ、あのさ、ハートロックがしたかった。てか、あるんじゃん。こうやったあのハートロック。やばい。怖い。は、お前なくした。それは怖い。あ、ありがとう。俺さ、もっとこのでかいかと思ったよ。でもこれ一回鍵かけたらさ、つけれへんからさ、持って帰ってきてんのネオンぐらいやろなってるか。そうやな。なんかもったいなくない、ま、でも。まあ違う、俺が。ネオンとリュピの。いや、多分あれするやん。あれ捨てられるけ、うん。え、そう。ネオンとリュピの愛を捨てられるのは。だからああいうとこに飾って、捨てられたら、あかんねん。そう。ネックレスにつけます。ネックレスな、それ。これネックレス俺の。え、多分そしたら一生さ、外せへんないで。本当につけてるん。え、つける。え、ガチ。一回さ、試したら怖いな。だいぶ痛いやつ。え、でも可愛いこれ。ネックレスの紐貼ったらワンチャンありやけど、ちょっとそれ自体でかいな。でもさ、ネックにつけてたら可愛くないな。黒にしたら。ちょっと色が違ったな。ラスト。今年終わるけど、改めて感謝の気持ち、お互いに。いやもう今年はもう本当に俺は大変やったな。一番人生で大変やったかもしれん。ニュートリアったから。いやもう、それもあるけど。はぁ？違う、いい意味だよ。自分にない環境がもう新環境ばっかやったけ、俺には大変やったよ。え、でもネオンと付き合えるのすごいと思う。もうちょっとで1年やけど。そうやな、もうめちゃめちゃ優しいが取り柄なんで、でも結構何もできんけどな。あ、ポンコツなんですけど、まあ、ポンコツすぎて可愛い。感謝の気持ちやで、改めて。ネオンの悪口しか言ってないよ。ポンコツとかさ、大変とかさ、感謝してね。ポンコツいつ言った今。嘘や。いやいや、お前3秒前に言ったこと忘れる人間や。ガチ言ったわ。俺撮ってくれてありがとうございます。うん、今深夜1時そのテンションで来る。俺ね、うちは朝起きてイケメンにいるのが幸せ。うわー、朝起きたら俺めちゃめちゃ顔ビジュアル悪いけど大丈夫。リビ寝てる時が一番かっこいい。ガチで、じゃあ目開けんとこうか、こうやって。開いてる開いてる。かっこいい、リビ顔かっこいい。そうやな、でもネオンが短髪好きやけど短髪やしな。かわいい、ジネポジション。以上、俺らカップルのクリスマスデートでした。じゃあやろ、そんな可愛いから。ねえ、私たちは今からラブラブして寝ます。寝るんでね、仕事が早すぎるんで。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。メリークリスマス。ダサ。